いいワンちゃんだ。人懐っこいな。俺の携帯感染してる。ありえない、ジョッシュレベルのセキュリティだぞ。けど感染したんだ。ゾンビ2ウイルスらしい。最初のゾンビワームの作者が誰かは知ってるよね。ハドックだ。ああ、ハドックって誰だ。ベイエリアの伝説。僕らが学生の頃、政府と防衛業者の取引を暴露した。もう10年活動してないけど、戻ってきたのかな。ウイルスの目的は？さあ、CTOS モバイルアップデートに偽装してインストールされてる。追跡すれば発信源を見つけられるはずだ。俺たちでハドックの狙いを調べよう。ジョシュ、ワームを取り出せるか？ぜひやってみたい。送って。ジョッシュ、感染した電話を見つけた。 CTOS モバイルはある。ああ、アップデート済みだ。ムカつく。目的が何かわからない。追跡を続ける。また見つけたぞ。よし、分かってきた。感染したポイントから汚染を拡大しようとしている。なんで？まだ分からない。でも確実にハドックだ。システムは異なるけど、ゾンビのコードに似てる。何が狙いなんだ。調査を続ける。またゾンビだ。今回も CTOS モバイルを返してる。そろそろ経路は判明したな。ジョッシュ、ダンプを送る。待って、ゾンビの狙いが分かった。何？近くの電話を感染させてる。被害者を引き寄せるためにアクセスポイントを装ってね。特定のキーワードを探してて、その多くはグレーストロームや軍事技術関連。独自のスパイネットワークを形成してるってわけね。データはどこかへ送られるの？ハドックだ。追跡不可能か。でも3台とも同じアクセスポイントからアップデートしてる。探してみよう。クリーナーを準備する。待って、駆除するよね。そうね、私もファンではあるけど、大問題を引き起こしかねない。完全に駆除して。ホームレスの男がデバイスゼロを持ってた。携帯を渡したのはハドックだ。うまいやり方だな。一般人が近寄らないようギャングのアジト近くにいるやつを選んでる。うん、
なんでホームレスを？ウイルスを簡単に広めてくれるからだ。彼らは公共機関に金をもらいに行くだろう。感染地点を追跡すれば通る道と一致するはずだ。本物みたいに拡散するのか。そう、まさにウイルスだ。ところで嫌な伝言があった。俺たちに手を引けとさ。手を引く？もうクリーナーは準備した。エリア内のゾンビ2を全て駆除できるはず。やっていいの？やらないと後々問題になる。ハドックを怒らせることになるけど、償う方法は必ずある。デッドセックの強力な味方になるはずよ。フォロワーから手がかりが届いたわ。見てみて。これマジか。グレーストロームで働いていたのは事実だよ。もし彼が法を守ろうとしていたのなら。マーカス、人々が内部告発を恐れるようじゃダメなの。みんなの真実がデッドセックの力になるんだから。彼は結婚生活を妨害され、資金まで凍結されたと主張してる。自宅を調べて確認してみる。銀行にも行くべきだね。グレーストロームから連絡があったか調べるの。ファスベンダーの家だ。グレーストロームが彼の家族に手を出したかどうか調べてみる。奴らならやりかねない。その通り。グレーストロームはファスベンダー夫妻を仲違いさせてたんだ。偽の浮気現場写真を送ってね。まったく雑な合成だ。それで十分。ああ、彼女は信じた。よし、銀行に行ってグレイストロームの手口を確認する。汚いやり方だな。それがグレイストロームだ。Hey now, don't get an attitude with me. Hey, fucking also ran.
ファスベンダーの使っていた銀行だ。口座が凍結された理由を調べる。グレーストロームだといいが。かけてもいい。グレーストロームだ。だと思った。ファスベンダーは真実を話したんだ。そうみたいだね。みんな、ファスベンダーがインバイトアカウントにヤバい投稿をした。俺の噂は嘘だ。俺がグレーストロームに何をされたか、こうすることで人々は理解するかもしれない。建物の上から道路を見下ろした写真を投稿してる。歩道でぺしゃんこになるつもりだ。くそ、写真から位置を割り出してくれ。ああ、わかった。位置情報を送る。それだけじゃない。奴は個人的に誰と連絡を取っていたと思う？パスワードを破ったのか。ん？お前がくれたおもちゃだ。そりゃ遊ぼうさ。さあ、誰？ハドックか。急がないと。よし、着いたぞ。ファスベンダーは上にいるはずだ。何とかして止める。急いで、マーカス。マーカス、彼を止めて。真実を語る勇気がある人は助けないと。彼はまだ何か知ってるはず。流出したファイルには信じがたいものもあった。政府の非合法活動なんて誰も驚かないよ。人を殺したって許されるんだから。驚きはしないけど。おい、話がずれてるぞ。あの男は死ぬつもりだ。早く手を打たないと。彼の携帯を使って誰かにかけて時間を稼ぐの。エミリー、ミスター・ファスベンダー、午後にオフィスに来てもらえませんか？ FBI が二人、あなたに会いに来たんです。分かったよ、エミリー。その、亡くなったお金の件ですね。何かトラブルが？大丈夫だ、エミリー。じゃあ。よし、記事を書きたがってた記者とのメールを見つけた。この番号にかけて。分かった。ジェイソン、どこにいたの？すごくいい知らせよ。あなたの潔白を証明するファイルを手に入れた。レッドセックは味方みたい。何？あの女との画像は合成写真だって証拠よ。グレーストロームの役員メールもあなたの信用を失墜させるために用意された周到な計画。何を？疑惑が晴れた。それだけじゃない。結託して名誉毀損を企てた上司を凶暴で起訴できる。ファスベンダーは無事だ。俺が止めた。よかったわ、マーカス。連絡を取るか？リーク内容を知るために。それより彼が動くのを待った方がいい。これで全面的に暴露してくれるような気がする。でも手柄にはならない。グレーストロームをロープ際に追い込んで私たちのパンチで KO してやるの。何の緊急ですか？警官が必要よ。男が必
話じゃ、マリンのボートハウス近辺で信号が混線してるっぽい。ネタが見つかるかもな。